Rated M for Mature. Dragon's Dogma is an open-world adventure carved in your image. Beginning where others end, the story provides a level of freedom like no other Capcom game, giving you the ultimate control to forge your own destiny. But you are not alone. The pawns are your mysterious companions, there to guide and fight alongside you. With the challenges that lie ahead, you'll need all the help you can get. ドラゴンが、主人公の暮らしている村を襲います。で、主人公はその村を救うべく戦うんですけども、ドラゴンに、最終的に、破れ心臓を取られてしまうんですね。主人公は、心臓を取られること、ドラゴンに心臓を取られることで格者となります。で、ドラゴンを倒しに行くために存在しているポゴンたちに認められることになるんですね、格者となることで。Our fealty is sworn to you, Arisen. ポーンというのはまあストーリーにすごい絡んでいて、どん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 進んでいくと、ポーンというのはなぜ、存在するか、なぜ各社に従っているかっていうのも謎がどんどん解けていきます。プレイヤーが心の中で強く思い描いた、存在が実際に具現化して現れるっていう設定のポーンという人間とよく似たゲームをしながら、自分の好みのというか頼りになる存在として育てていきます。主人公1人に対して仲間の3人のポーっていうのは AI で行動して存在します。彼らはまあ共に戦うパートナーであり、時には当然助けてくれたり、いろんな情報をくれたり、戦闘システムの中で、助けてくれるだけではないアイデアもくれるんですね。例えばこう戦ったら、この敵に対しては、有利に戦える。どういう組み合わせのパーティーにするかによって戦いの、様相がガラッと変わるようにデザインしてます。同じ敵と会う時でもパーティーによっては全然違う戦い方になります。だから僕は飽きないゲームが当たり前かなと思ってます。ポーンの体験をユーザーに与えることができたらいいんじゃないか。クエストの知識だったりとか、戦闘の知識だったりとか、あとまあプレイに対する助言であったりとか、もうポーンを、他のユーザーとさまざまな知識や、冒険の経験をシェアすることにこのゲームの価値があるんではないかと。それをユーザー一人一人が、それをまあオープンワールドに冒険に出かけていってですね、ユーザーの自由度によって、選択肢によって広がりを持たすことが、このゲームは可能にしています。今まであったどんなアクションゲームよりも、高い自由度を誇れるんじゃないかなと。こういうふうにしたら勝てるんじゃないとか、こういうふうな攻略をしたらいけるんじゃないっていうのが多分全部できます。 Dragon's Dogma offers you the freedom to control your own destiny. Shape your path. Choose the hero you will become. How you equip your pawns, evolve themAnd command them in battle can mean the difference between ultimate victory and bloody defeat. So choose wisely, for you are the Arisen.